命のカンタータファイナルファンタジー9実況プレイ。皆さんおはこんにちは、マラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はウイユベールにやってきて敵にねなかなか苦戦しながらまだ探索途中っていう感じなんですけれども、フライヤとエイコがちょっとね今のいる立ち位置まで移動してくるのにちょっと敵に遭遇して AP をねもらったので、違う、何してんだ、覚えたのが薬剤師の免許をフライヤが覚えました。つけたいんだけどな本当は。あ、そうだそうだ、レベルアップがいらないかなって思ってたんですよね。で薬剤師をつけて暗闇よりかは混乱か眠らずの方が厄介だから、あれ混乱って一回なんか打撃攻撃受けて治るとかありましたっけ、ちょっと曖昧だな キラー系をなんかつけておきましょう。デビルでいいかな。でもう何が効くからわかんな、効くかわかんないからな。マイターつけて、あとはこんなもんかな。よし、進んでっていうか探索の続きをやっていきましょう。前回こっちの方、あ、まだ来てないね。エリクサー、これなんかありそう。あ、なに、お、なに、そういう感じ？説明なしでやれっていうそういうタイプか。まあとりあえずしらみつぶしに行ってみるしかないですけど、こっちから来たんだっけ。うわあ、そうでコメントで教えていただいたんですが、この石の敵なんとも厄介な敵なんですが、金の針を使うことによって一発で倒せるらしいです。はい、一人で生きることができなくなった。コメントありがとうございますあとね、最近またコメント返信が全然できなくて申し訳ないんですけど、っていうかね、本当になんかごめんなさいとしか言いようがないんですが、皆さんいつもコメントありがとうございます。本当にありがたい。で、まあ今の倒し方だとどうやら経験値は入らないみたいなんですが、死ぬよりかはいいかなと。あ、間違えた。何つけてたっけ？妖精のピアスかな。あと何？あー、ストーンキラー覚えたからこれでいいでしょ。でスタイナーがヨイチの心を覚えたかな。うん、アビリティアップがもう少しなんでこのままできます。こっちに行ってなんか装置みたいな、なんだこれは、星？ねえ、これって文字みたいじゃない？母なるテラ。読めないな。適当に読んでいるのではなかろうな。読めるというよりは、文字が語りかけてくるような感じだな。自分でも不思議な感じだぜ。これ続きみたいなの、あ、でも読めないって言ったか今。お、なんかある。反応がない。何か順番があるのかもしれないな。なんか押すのかな。
この微妙な調節が難しい。同じか。今右に宝箱あります？これ。あ、あった。力出す気。誰の装備だ？装備ですよね。あったあったあった。これか。力が。そっか、そのまんまだな。力出す気。ギャンブルボード、あ、カウンター覚えるやつか。なるほど。ってなると、あれかな、サラマンダーとかかな。そんな気がする。まあ今は何もできないんで、これは何にもない。ちょっと待って、何か覚えた。何覚えたんだ？そっか、みんなアビリティアップつけてるから、結構覚えるの早いのかな。よし、じゃあ、スタイナーは何をつけようかな。一応、満月の心得覚えますか。一応ね。で、エイコがモグラのお守りを覚えたんで、最強装備で、いくかなぁ。あ、これつけるんだ。なら、どうしよっかなぁ。一応、オートポーション覚えた方がいいのかなぁ。別にいらない気もするんだよなぁ。土属性か、これやっとく？土属性の敵が出てくるのかわかんないけど、ここに。ここで手に入れたってことはそうなんじゃないかなと思ったり。フェザーブーツ、割と装備がいっぱいありますね。ブーツはこれか。いつでもリビテとずっと浮いた状態ってこと？なるほど。は覚えるね。どうしよう。なんか、第一系の、何？技使ってくる敵が出てきそうだな。つけとく？んで、アビリティ足りるかな？いつでもレベルとどこ？これか、ロックか。スタイナーは、あれだな、あ、レベルアップもいらないや。で、レベルと、一応やりづらいし、デビル。とかでいいかな。こんなもんか。よし。さて、装備にいちいち時間がかかるんだけど。これ左上からやっていくかな。順番があるんでしょ。お、反応した。古代の船、歴史上最も古いものか。やっぱり順番があったのか。これ順番にやってかないと消えちゃうとか、そういう。お、戦闘用の船、造船技術低いか。うん、下のも見れそうだーいですね。おお、いっぱい覚えた。ついつい油断してしまうな。チタンも何を覚えたんだ。まどろみの術かな。このまんまで、フライヤもこのまんまで、
アレンスタイナー、今何覚えた？あ、ストーンキラー覚えよ。こんなもんかな。よし。で、下のも見ていこうかな。戦闘艇インビンシブル試作型？プロトタイプ失敗作か。うん、これが最後かな。戦闘艇インビンシブル初期型、現在使用され改良型か。うん、ここなんかありそうだけどない。じゃあ上の方行こう。今フライヤのルナって技がどういうやつか確認したんですけど、おー、なんだここ。どうやら敵味方全体をバーサク状態にするらしいです。うん、なんか新しい敵。あれ、これ前見たっけ。バードキラーが効きそうだなぁ。なんだ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 、最高潮怖っ。何が起こった。ないもの一旦技使っちゃう。うわ、ちょっと待って、誰に。モルストームってそういうことか。本当はエイコよりも行きたいなら自分でハイポーションを使った方が回復するんだよな。相手強くない？グランドリーサルこの前使ったんでしたっけ。もう強兵の技が激しすぎる。雑魚相手にメダルフレームとかでいいかな。いや、めんどくさいなこの敵。今自分でやって、で、エイコに、あ、もったない。いやー、強いなー。お、ワッシュサマセット覚えて。経験って美味しいのか。今のはそんなに美味しくないなー。いやー、怖かった、びっくりした。ハイポーションもっと買ってくるべきだったかな。こんなもんでいっか、とりあえず。よし、この音何。なんかビリリリリって。お、光った。あれ、消えちまったぞ。お、都市の始まり？あれ、また消えたか。お、映写機みたいな感じですね。栄えた頃の都市か。繁栄しすぎたため、枯渇、衰退の道を。最盛期にテラの各地に点在した都市、やがてこのように衰退していった。なんだってんだここは。うん、なんか古い遺跡っぽい感じもあるから、だいぶ昔の文明の遺産みたいな感じなのかな。あ、こっから出てくるのか。こっちは、おお。あ、待って、何？なんか怒る？ちょっと待って。ボス戦じゃなかろうな。なんだここは。
なんだか見つめられてるみたいね。ちょっと怖いわ。だいぶ怖いけど。うお。おのれ化け物め。待て、何か言ってる。来訪者たちよ、目の前に見える石に乗るがよい。今のは理解できたぞ。どうやら俺たちの意識に直接離れたいさん語りかけてきたらしいな。とりあえず行ってみよう。こういうなんか仮面っぽい顔というかすごく苦手なんですよね。めっちゃ怖い。来訪者たちよ、心して聞くがよい。これは我々の始まりの文明の記録である。そもそも州の衰退は我々の問題ではなかったのだ。ありとあらゆる動植物、そして樽が耐えていった。すべては我らのテラノの老化こそが引き金だった。の老化を克服すべく、ありとあらゆる手段が検討された。ところどころ言葉が抜け落ちてますね。最終的にはテラ文明の息を集め、そして最初の試みは母なるの大陸で行われた。しかしそれは失敗に終わった。その後に重要な要素がであることが分かり、対象を絞り込んだ。四度の尊い犠牲を乗り越えた我々は未来永劫の繁栄をつかみ、自らに取り込んだ。すべての動植物が蘇ったが、は未だ蘇らず、今後の成果が待たれる。このテラの尊い歴史を語り継がぬため、我らは創造された。分かったような、分からないような。ねえ、ここって一体何なの？チタンにだけ文字が読めたりとかって。俺だって知りたいさ。でも、今は仲間の命がかかってるんだ。とにかく、そっちを優先しよう。うん、何だったんだろう。あ、もう乗れない。不思議な解説といったらあれだけど、これはもういいのかな。ちょっと進まして。一応全部回った感じになるのかな。ちょっと一旦休んだりするのも含め、モーグリの、あれ、ステルツキンがいないところに行きます。テントを張ろっか。で、セーブも一応しちゃいます。今のね、イベントをもう一回やり直すってなったら万が一だけどね、やった、なったら嫌なんで。オッケー、セーブ完了。どうしよっかな。あれ、ショップないんだっけ。外だけか。まだ全部の装置動いてない感じなのかな。あれ？なんかドッペルゲンガーなのにクイナが出てきた。まあクイナいないから、あの死の宣告みたいのはやられなくて済むけど、クイナ神出鬼没だからな。ある意味合ってる気がするよ、このドッペルゲンガー。
してなんか上下浮いてるスタイナーが若干シュールではあるけど、もうレビテッド覚えたのか。じゃあレザーブーツをサファイアにして、どうしよっかな。デザイアも覚えられるみたいなんで覚えましょう。ベリテつけれるかな。ところだ。これとこれを外しちゃおうか。うん、オッケー。お、さっき来た時とは様子が違うな。お、さっきの星と同じみたいだ。動き速くない？なんだ、星がもう一つ。どういうことなんだこれは。読めるわけではない。あれ、いけない。うん、まあいいか。こっちは、お、いけるようになったのかな。おお、目が回りそうだな、この速度で降りられたら。っていうか、振り落とされちゃいそう。ん、なんかやってきたけど。お、びっくりした。こいつがクジャの言ってたものか。グルブストーンですよね。さっさといただいて帰るとするか。お、ん？何か来る。はいはい、来ました。ボス戦ですね。嫌だなぁ嫌だなぁ。頑張ろう。勝てるかなぁ。なんだこりゃ。船、戦闘艇みたいな、あれなんか言ってたやつ。ジャンプとか効くかなあ。ーその前にレーズの風で叩く。あ、かなぁ、なんか盗むとかやった方がいいかな。パワーブレイクとかやっとく？聞くかなぁ。まあ、やってみるだけやってみよう。結構とりあえず防御でボタン。大丈夫か？大丈夫か？おー、ダメだ。これダメだ。ホワイトドローってなんだっけ？ MP 回復か。ね。大丈夫、大丈夫。見破るを一回やってみよう。ミスかーい。ダメか。スタイナーちょっとやばいな。よかった、レイジの風かけといて。ホーリーランス欲しい。力出すエリクサー、ホーリーランスが欲しいな。タイナーに戦って、フォトン厄介だな。誰？タイナーよく狙われるね。大丈夫？あんまりジャンプが効かないか。もしかしてレビテトで浮いてる間ってあれかな、攻撃力下がったりするんですかね。ちょっとわからないけど。エリクサーか。うん、まあエリクサーも嬉しい。竜巻大丈夫か。怖い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 。いつまであれかかってるかな。もうかかってないか。あ、ちょっと待って、レビテトで浮いてる。みんなレビテトじゃないわ。
と、そうだね、みんな浮いてるねこれ浮いてたらダメなパターンじゃないのこれ。まあいいや、ブーメラン、みんな、なんだ、おー怖い、怖いのは自分で回復した方が早い。召喚やっぱ使えないよね、これね。なんか使えるやつあるかな、何もないか。子は連れてくるべきじゃなかったかな。ねえ、憎めないか、一旦諦める、怖いんだよ私何が起こるか予想できない。たちまちまたか、今のうちに探すけん、いや、そんなでもないな。突撃はなんだ、味方全体が戦うはまずい、戦う、あ、やっしゃっしゃやっしゃっしゃってなんだよし、みんな戦うぞ。力出すはいいです、もう持ってるの1個で、プロペラウィンドウ大丈夫か、みんな、なんだなんだ、何が起こったんだ、わからないけど、うん、なんかガードしたっぽい、なんかガードしたっぽい。息とかやってもなって感じだから、普通に叩いてレーゼの風をやって、今度は時間か、時間、うわ、回復、あ、でも意外と決定打になってる攻撃はそんなに仕掛けてこないな。よし、これでリズムがかかったんで、ちょっと画面ちょっと画面が暗くなっちゃうね。ちょっと今のうちに龍剣やっといて、あとどれくらい使えるかあるのかな。プロペラウィンドウ、それよくわかんないから、風間に戦う、おー、みんなガードだ、こんなにかな、固まるっぽくはないもんな。で、フライヤー、ちょっと待って、レーズの風はまだかかってる、で、戦う、他のみんなは基本戦うでいいかな。お、スタイナーがフランス来た、で、スパイナー攻撃力めっちゃ上がるんでしたっけ。もういいね、いいね、スパイナー活躍できなかったからね、前はレベルが低すぎて、つまき、また浮いちゃうやつね。戦う、なんとこう、みんな体力は1000以上あるんで、なんとか大丈夫。よし。いや、リゼネ美味しいな。あ、これ勝てた？へい、やったー。お疲れしたいな。顔見えてないけど。エピが11。おー、いいね。おー、いいね。浮遊石のかけらってなんだ？大切なものかな。ちょっと待って、アイテム、浮遊石のかけら、もう一つのかけらと合わせるが良いあ、聖闇属性を吸収します。もう一つのかけらってなんだ、装備できるのかな。あー、応援ってなんだ、
かんない。ブライアンも応援覚えられないっぽいしな。うん。エクステムレビテトは攻撃力が下がるのか今いまいちわかんないんで。エクステンションでもつけておこう。んで、一番強いやつをつけてて、レビテト覚えた方がいいのかな。まあいいか。あ、でももったいないから覚えるか。もったいない精神がどうしても。でも、ちょっと彼らのは外しておこう。うん。毒かなら、ストーンと、アンデッドとかでいいかな。で、フライヤーも外して、やっぱキラー系、ストーンとデビルとかで、よし、こんなもんで一応いいかな。あ、ちょっと待って、もうほんとこれグダル。ちなみにエイコは、あ、応援覚えるんだ。応援ってなんだ。ちょっと見てみようかな。これ。ああ、召喚獣のパワーが上がる。なるほどね。まあ、その前にレビテト覚えようかな、先に。はい。OK、こんな感じ。早くみんなのところへ戻らないとな。グルグストーンを手に入れた。ジタンたちどうしてるのかな。僕これからどうなっちゃうんだろう。君たちのために用意したスイートルームの居心地はいかがかな。ジタンは今君たちの命のために僕の言うことを聞いてくれているんだ。でも僕は人との約束を守るのが嫌いでね。おまけにじわじわと人をいたぶるのが大好きなんだよ。そこで君たちに素晴らしい死のプレゼントをしたいんだ。この僕の美しい宮殿の中に立派な砂時計があってね。その砂が減るにつれてその部屋の床が開くという仕掛けになっているんだよ。どうだい？素晴らしいアイディアだろう？砂時計を逆さまにするだけで君たちは助かるんだけど、ジタンがそれまでに戻ってきて助けてくれるといいね。君たちの命もあと10分少々か。ま、それまでに救世主が現れることを祈るがいい。さようなら。愛しいほどに愚かな者たちよ。なんて嫌なやつなんだ。どっちにしても死んじゃうんだね、僕。さようなら。愛しいほどに愚かな者たちよ。これさっきのやつですね。おのれ、クジャのやつめ。アップで見ると、シドこんな感じなんですね。よっしゃ、ここでわしがやらねば誰がやるけど。ねえ。砂時計回して鍵かけてこいって言われたからその通りにしただけだけど。僕たちのしてることって悪いことなんだよね。でも動かなくなっちゃうのとこれとは別だと思わない？とにかく戻ろう。またあの仕掛けを解いていくの？僕まだよくわからないんだけど。基本的にさ、全部つければ大丈夫だよ。難しく考えすぎなんじゃない？さあ、行くよ。これはなんかのヒントかな？で、シド操作か、なんとなく覚えてるようで覚えてないんですが、
何もないかな、なさそうなので、その砂時計がある場所に行けばいいのかな。こっち？出た出た、これこれめっちゃ苦手なんですよ。あの鍵がさっき言ってた鍵に違いないはずけど。鍵を取れ、丸を連打すると前進します。それは右のなんか、赤いやつに見つかっちゃいけないみたいな、なんかだるまさんが転んだみたいな。そうそうそう、あの化け物がこっちを見ている間、時間が進んでるので、まあ、難しいあの化け物にビールとは、わしが人だったらこんなことはないはずけど。ごめん、私の指が動かなくてさ、寒くて。こっち向きすぎじゃない？早くそっち向いて。どれくらい進めばいいかな。厳しくない？判定。オッケー、ごめん、メッセージ飛ばしちゃったけど。待て、本当に勘弁して。あと5分しかないってば。待って、指が全然寒くて動かない。でもよくそんなカクカク動けるの。ダメなの今ので。厳しくない？もう一回挑戦だ。これ、私も黙っちゃうんで実況向きじゃないと思うんだけど、確実に怖い。まだか？慎重に行こう。オッケー、シードすごいな、ほんと。どんな筋力してんだ。よし、シード。それか、もうちょっとだ、鍵。怖い。はい。これ、モンスター、なかなか頭悪いのかな？オッケー、砂時計の鍵を手に入れた。もういいんだ。天秤と重りがある。大きな天秤だけど重りが3つくらい乗せられそう。砂時計のところに行くにはこれに味を登らないと無理。土でできている。ちょっと、時間進んでるんで、ちゃっちゃかいきますね。土でできている。それは石。で、鉄。で、重りを乗せればいいんだね。適当でいいかな。木が多いから。これとかじゃいかんの。重さが、どういうこと？とりあえずシードが乗っても下がらないようにすればいいんだったら、単純に重そうなやつから乗せていけばいいけど、登ってみる。ダメか。じゃあ普通に考えて一番下のやつじゃない？これ違うのかな。シード頑張ってくれないかなもうちょっと頑張ってほしいな。なんか引っ掛けかなとか思ったけど、そういうことではないのかな。いけ。はい、登る。なんだ、普通に普通にこれでいいのか。なんだ、こいつを逆さに向ければ終わりきろ。さあ、間に合ってケロ。これでみんな助かったはずじゃケロ。助かった。みんなも大丈夫だったんだね。おお、無事だったかケロ。サラマンダーがいないけど、おじさんが助けてくれたんだね、ありがとう。いた全く苦労したわい。だが再会を喜んでいる暇はないけど。さっきここを通った車同士の話によると、この先には何か仕掛けがあるらしいけど、基本的に全部つければ大丈夫と言っておったが、とにかく今はここから脱出することが先だけど。そうだ、僕たちにもできることがあるはずだよ。ティタンたちのためにも、車同士の仲間たちのためにも、今こそやらなくちゃダメなんだ。みんな行こう。頑張ろう。そろそろ私はセーブをしたいんだけど。モーグリいないの？お、
背徳の宮殿デザートエンプレス。どういう仕掛けだったかな。うわっ、お、新しい敵だ。見たことあるな、こういう敵。魔法効くの。とりあえずカイラとかやってみて、サラマンダーはそのまま戦うんです。ポイズン、これまためんどくさい。またあれをいじらないといけないな、あのアビリティを。あ、強い。オーケー、倒れた。コマンド失敗、ダガーは集中的。あ、そういうやつな。なに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 、帯電。今攻撃しない方がいいかな。これやってみたいんだよな。あのマトラマティックからの食べる。待って、ビビがあれなんだ、毒なんだよ。ミスター、ダメか。ブラスター、ないないない。そこそこ。マイカちょっとよくわかんないからあれ、もう治ってた。うわー、なんかことごとく空振り。でも結果的にビビに、あの、いつでもフェイスとダガーと、ダガーに、リゼネのやつをつけてるから、これはこれで安定するのかもしれないけど、微妙なところだ。じゃちょっといろいろいじるので、カットします。